改めまして、こんにちは。チタンダエル役の佐藤さとみです。福部さとし役の坂口大輔です。さてさて、坂口さん。何でしょう ?2 話を振り返りましょうよやってやりましょうよ、私たちそんなに意気込むところでもない気がするんだけど。でも、やっとまやかちゃん出てきましたね。そうですね、これで全員揃った感じですよ。4人揃って。で、あの、ま、まやかちゃんが仲間になり、あと、私的には、あの、 エルがですね、クンクン匂いを嗅いで、うん、宝太タロウの妄想でワンコに、ああ<ー>、尻尾パタパタとはい。なんかあれがすごい可愛くて、チタンダ犬だと思って、<laughs> <laughs> 犬がいるぞと思って。チタンダ犬が。そうなんです。すごい。チタンダ犬で可愛いですね。<laughs> うわー、なんか誰かグッズ作って、お願いお 一人にお願いしよう。はい、なんかこういう風うに、ちゃんとしたラジオとかの場で言えば、何か動くかなと思って。うん、おおなんかそこはしたたかだね。<laughs> そこはなんかしたたかだね。今あれおかしいな。おかしいな。<laughs> なんかそういうのもできるといいな、なんていう風にそうだ、ね、思ってたんですけども。なんか、坂口さん2話で印象に残ってるシーンだったりとかあります。2話か。2話は、だって、なんかバタバタしてたからな、僕。あ、そうですよね。うん、なんか。<laughs> 慌たただしかったイメージまあ、1話がね、喋りすぎたので。<laughs> あ、そうでしたね、1話もう本当に。1>, 1話が喋りすぎてしまったので、2話はなんかね、こう、ちょっと落ち着いてみようかなっていうところもありーの、でも喋ってらっていう。喋ってましたね。うん、やっぱりムードメーカーなんだなって思いながら見てましたけどもも。そっとしといてください。<laughs> そんな、そっとしておけないそっとしておかない ほかない,い<や> <laughs> かないって。なんか、サトシーくんを見てると、なんかこう、いろいろ話しかけたくなったり、こう、<ー>なんかやってくれるんじゃないかなっていう、コ太郎とは別の意味で、なんかこう、いろいろ知識を教えてくれたりだとか、<ー>なんかこう、おばを盛り上げてくれたりだとか、してくれそうなイメージがあるんで、でね、クラスに一人いたらすごくいいなっていう存在だと思います。ただ、中はドロドロしてる。わ<ー> <laughs> <laughs> あとね、糸井川先生とかね。あ、そうですね、うん、出てきましたね。うん、いやこの後どうなっていくのか、ぜひぜひ皆さんには楽しみにしていただきたいんですけれども。2> は2話、はい、といえばやっぱりエンディングが。あそう流れましたね。おめでとうございます。いやもう楽しみにしていたエンディングが。いよいよ。 そうなんですね。あましたよ。あれましたということで。なんかあの、レコーディングがですね。うん、あの、実は、収録よりも先だったんですよ。アフレコよりも先で。ああ、なるほど、なるほど。はい、はい。だから、どういう風に歌えばいいのか、正解が見つからないまま。確かにね。そうなんです。でもきっと、L ってこんな風に歌うだろうなっていうのを、なんかこう、前日というかもう直前まで、きっと、きっとこんな風に歌う。絶対こんな風に歌うと思いながら。<laughs> もう <laughs> なんか、頑張<ー>れ、頑張れ、私、と思いながら歌ったりしてたんですけど、すっごい早く終わったんですよ。思った以上に。思った以上に。なんかもっと苦戦するかなとか、こうキャラクターのニュアンスだったりとか歌い方ですごく苦戦するかななんていう風に思ったんですけど、意外と早く終わったりとかして、びっくりしちゃって、うん、なんか何回もいいんですか <laughs> それいいんですかって確認しちゃったくらい早く終わって。いいんです。 いやー、でも、あの、ここで2話で初めて私は、愛ちゃんと一緒に、まあ、あ<ー>まあやかちゃんと一緒に歌ったパターンを聞けたので、ねうんうん、なんかすごく、おー って感じなんんんんだ本当にににははいそなななこんなで皆さん気になるさ気るもうお楽しみみここっ,ってみますす、えー、ラジジオネーームなのマッサージさんで基本的ににうかねをえ <laughs> しあ、ね、る単語をとりあえずよりはマッサージに食いついたね。 評価のアニメ化とても楽しみにしておりました。僕は中学生の頃この作品に出会い、高校生になったらこんな青春を過ごせたらと憧れを抱いていました。うん、今僕は高校3年生なのですが、いま<あ>だに僕が目指す青春には手が届きません。らららお二人に質問なのですが、はい、学生時代どんなことに青春を感じましたかと。<ー> 時代か、うん、でも、陶下校の時に友達とキャッキャしてたことって、今思い返すとすごく青春だなって思いません<ー>すごくあの、東北、まあ私たち初心が寒い地方じゃないですか。こうなんか寒いと帰りにコンビニで温かいココア買ったりとか、肉まん買ったりとかして、<ー>そのなんかこうちょっと飲んだりとか食べたりしながら、友達とキャッキャキャッキャ、 こうお話しながら帰ってるのって、すごい楽しかったなって今。なるほど。思います、すごく。今思ったのはね、都会だな。はい、あれ <laughs> あれれれれ,れうち、コンビニなかったんだ。<laughs> <ー> <laughs> 本当ほんとですかえーっとね、れれ残念ながらね、僕が東京に出てからかな、コンビニがうちの町にできたのはね。う。うん。なのでね、<う>えー、その手の思い出がないんだな。<れ>寒い寒いって言いながら、普通に帰りました。<laughs> 寒いですもん寒いからね。うん。家に着くまであったかいものは手に入りませんでした。自販機あったけど。あれ、坂口さん制服ってちなみに。学ラン。学ランで使ってセーラー服だったんですけど。なんか、あの、夏暑く冬寒くないですかうん。そうです辛いだけですよ。いや、でもブレザーに比べて、うちらネクタイはないじゃん。あ、あの学ランって。まあ、ね夏はほら。 半袖でいいし。ああ、そなんなら、あの、ね、ボタン二つ三つ外せば、いくらか、いいかなってところは、ね、う、ね、まくあ,あくらんでよかったかなとは思ってる我ら、セーラータイという、うん、あの、リボンってセーラーはいはい、はい、リボンじゃなくてセーラータイっていうふうに言うんですけれども、なんかもう中にいっぱい来ましてもインナーを。ーヒキートティックだったりなんだっ,たりって言えば、新しい。新しい。あと、あの、うちの学校は、 あの、半袖の時も、まあ、長袖の時もそうなんですけど、うん、あの、素肌の上に着ちゃいけないっていう拘束があって、絶対にキャミソールだったり、中にインナーシャツを着てから、じゃないとダメですっていう拘束があったので、<ー>なんかよくあの、いろんなアニメーションでお腹がチラって見えたりするじゃないですか。あれね、高速で禁止だったんですようん、別にいいんじゃないかな。<laughs> <laughs> <laughs> いや、男子は喜ぶのがね、かやっぱりね、お腹がちらっと見えたら嬉しいのかもしれないけど。私、あれを見るとどうしても高速がこう頭をよぎるんで。はあ<ー>、なるほどなと思いました。<laughs> なるほどななるほどななんていうふうに思いながら、まあまあね、そんな感じの青春でした。んうん、いい青春だ。はい。じゃあ次のメールいきますかね。はい,はい。えっと、こちらはですね、ラジオネームなみマクラさんからいただきました。<お>ありがとうございます。アニメ第一話見ました、ね ありがとうございます。ます私、気になります。の演出に驚きました。うん、ラジオ内でさとさとが言わんとしてたことが分かりました。おお、どうやー <laughs> <laughs> 嬉しそうだ何 <laughs> というか、宝太郎の世界観を変えてしまうようなエル、うん、ちゃんの好奇心の強さを、微麗に表現した感じがしました。お話が進むごとに、この演出にも変化が出てきたりするのでしょうか。私、楽しみです。ということです。 ありがとうございます。そうですね。やっぱり第1話のあの髪の毛がシュルシュルシュルって伸びていってお花が咲いて巻きつくっていう演出は、すごいなって思いました。うんね、私たちも見ててほーっと思いましたし。綺麗だしね。うん、本当に絵が綺麗だからさ。そうなんですよ。すごいついつい見入っちゃうんですよね。でね、エルの瞳があれですから。うん、もうキランらん、切らん、切らんですから。です,からですもんね。そらもう。 引っ張り込まれまれすか <laughs> 空も空もね。空もああ<ー>、いいな。学生時代、ああいうことあればな。あ<ー>あ<ー>。ああ、坂口さん、元気出して。今はバラ色。今、バラ色か。今、バラ色か。まあまあまあ、なんとかうまいこと頑張ろう。空色ぐらい。色ぐらいで。いでなしだろう、空色 <laughs> <laughs> ということで、まだまだメールをお待ちしております。はい